来ますよ皆さん、来ますよ、あのポケモンが来ますよ。来た。これ本当は夕方の方が綺麗なんだろう。夕方に変えます、絵的に。夜よりさ夕方の方が良くないか。ちょっと DS の時間時飛ばしするか。別に時飛ばししても OK だもんね、この状況。夕方にしますか。夕方はめっちゃ綺麗なのよね。まあどうせ逃げるだけなんですけどね。よっ、じゃあ16時26分で行きますか。時飛ばし、このオープニングもいいんだよね。ハートゴールドソウルシルバーは本当出来のいい作品だ。え、これ夕方になってる？え、昼じゃないこれ。16時って昼扱いっぽくないかこれ。おい、ライアーしただろ、ライアー。17時じゃないか、やっぱ。これ昼じゃない？ちょ、時飛ばしだろ。17時じゃない、やっぱ。危ない、危ない、セーフ、セーフ。今のは昼間だよ、どう見ても。やはり17時で会ってただろう。まあいい。まあ、ここはやっぱこだわるとこでしょ。ハートゴールドならではのイベントですから。これソードシルバーだとね。ん？ソードシルバー？混ざった。ソウルシルバーだと、ルギアの方になっちゃうんで。まあね、せっかくハートゴールドである以上。ここはしっかりやっていきましょう。うわ、来た！これですよ！これこれ！よーし、行きましょうか。これ、清原大丈夫なんかな？まあ、逃げれるでしょ、多分。行きましょう！これがね、超似合うんですよ。行きますぜ。これ戦闘アニメオンにしとこうかな。最初、鳳凰動くもんな、これで。行ってみよう。ソードス、ここが鳳凰をお迎えするところ。うちらが毎日修練を積んできた踊りとアンさんに預けた透明な鈴が響き合うとき大空を舞うホウホウが再び舞い降りてくるのどす。この舞妓班5人さ、早くね、塔を登るの。来ました。こんなね、五重の塔の屋上で踊るっていう、高所恐怖症には絶対不可能なことやってるからな。相当これ、この舞妓ハンたち肝が座ってんな。これ危ないだろ。これ迷宮のクロスロードの最後のとこ見たくなってるわ。コナンの映画で言うと、平次と新一が顔ね、変装してた時みたいな、そんな感じになってるわ。クロスロードの平次はかっこよかったな。うわ、来た。俺見てこれ、夕方だとやっぱ俺いいね、かっこいいね。映えるわ。これがインスタ映えってやつか。いわゆる、いわゆったね。あれこそはウホウホ、この地に古くから伝わる空の守り神。空の守り神なんだ、水の都じゃないんだ。これまで何人もの人が挑戦しながらも果たせなかったことが、ケイト班の心と透明な鈴が響き合って、とうとう出てきはった。ケイト班見てみなはれ。ウホウホはアンさんのようなお方が現れるのを待っとったんとちゃいまっか。ということで、じゃあ僕は帰ります。舞妓班あと頼んだ。これ普通に逃げれるっていうね、実は。これ、鳳凰、どうしてって多分言ってるわ。行っちゃうんすかっていう。これ別にね、まあ、イベント進めないといけないんだけど、実は戻れるっていうね。まあ、しゃあねえか。やるか。一応、レポートだけしておきますね。いやー、やっぱ夕方の鳳凰はいいなー、これ。インスタに投稿しておくなるよな。行きましょう。はい。しょー！
神 BGM が来ますよ。かっこいい、圧倒的なプレッシャー。炎飛行タイプ対虫飛行タイプ、ウホウホかっこいいな、やっぱり。まあね、あのこちらあの、まあ、伝説のポケモンにはね、その固有の BGM がつけて、ね、いるんですけれども、まあ、こちらね本当に鳳凰の BGM、 神 BGM と名高い作品になっておりますのでね、まあ、ぜひとも、ポケットモンスターハートゴールドソウルシルバーをご購入の上、自らの、ね、耳で聞いていただければなと思います。私は逃げます。最後まで聞かずに逃げます。あとは自分で聞いてくれ。さらばだ。そして誰もいなくなった。いろいろとご苦労様でした。宇津木藩に会ったらよろしゅうお伝えくださいね。俺何もやってないんだけど。いろいろとご苦労様でした。宇津木藩に会ったらよろしゅうお伝えくださいね。いろいろとご苦労様でした。宇津木藩に会ったらよろしゅうお伝えくださいね。いろいろとご苦労様でした。宇津木藩に会ったらよろしゅうお伝えくださいね。こちらが背を向けたらウホウホもしばらくの間ここへは来ないと思います。アンハンがすべてを終えられた頃にまたこの場所に来てみたらどないでしょう。セリフが違う。一人だけ。